アルジェリーはフランス海軍の従順洋艦で第二次世界大戦前に最後に巡航させた艦であり同型艦はない。フランス海軍は1930年度計画でシュフラン級従順洋艦デプレクスをもとに解説計を行ったかな C4 と呼ばれる従順洋艦を建造予定だった。しかし1929年にイタリア海軍が建造し始めた ザラ級重巡洋艦の情報が入り検討された結果、フランス海軍は C4 ではザラ級に対抗できないという判断を下した。そのため、フランス海軍は1930年度計画で建造する予定であった重巡洋艦の設計を根本的に見直し、より並走と防御を強化した新規設計艦として建造を行った。これが本艦である。本艦は、 ワシントン海軍軍縮条約で定められた1万トンという制約の中で重量計算と設計により攻撃力、防御力、機動力を高い次元でバランスし、まとめ上げた優秀な重重二洋艦と評価された。本級の武装、装甲配置を示した図。フランス近代重二洋艦で長らく主流であった、選手老型から一転して、 水面から還元までが高い平ら板型船体に改められた。これは複雑な加工を要する選手郎型よりも平ら板型の方が尖閣重量が軽減でき管内容積を確保するためである。また従来は箱型環境と全部マストの構造は軽量な三脚章を採用していたが本館は等型環境を採用している。これは 従来は三脚章形式で、航海環境と戦闘環境に加え、見張り台や単小灯台を各段に分けて配置していたのだが、機能と利便性を考えて、各階の床面積を充実させていったところ、大日本帝国海軍の戦艦に多く採用されたパゴダマストのごとき様態を示すようになり、三脚章の利点である軽量が意味をなさなくなったためである。そのため、 本館から当省を採用した。また、本館は口術するが、機関のシフト配置を採用しなかったために全球では2本、あった煙突は1本にまとめられ、2番煙突があった場所は単小灯台となり、基部は関西堤と水蒸気を運用する2体のクレーンがつく。また、ミズンも本館から単脚省から軽量な三脚省になった。他にも、 それまでのフランス従順洋艦が完全な描、節構造だったのに対して本艦は広範囲に溶接を取り入れており、これによりさらに軽量化を図った。右舷からの写真軽く視野のついた、監視看板から1.2番手砲塔を背負い式で2機、環境を組み込んだ軽量な塔型環境、直立した一本煙突の周囲は関西艇置き場となっており、 その背後に水蒸気射出用カタパルトと単焦灯台が配置された。単焦灯台の基部は片元一基ずつついたクレーン系に木により関西艇と水蒸気が運用された。左右の原則甲板には新設計の1930年型10センチメートル広角砲を連装方形式で左右三基ずつ計六基12門装備した。また、 ダイソーでは全球で廃止していた、魚雷兵装を復活し、55センチメートル3、連装水上魚雷発射管を、片源1機ずつの計2機6問と必要最小限の、来撃能力を持った。船体後部には簡素な三脚型後部マスと、後ろ向きに3.4番手法等を背負い式に2機、配置した。原則には、従来管では、上下2列に丸い原造が並ぶが、 本館では、館の前後にかけて幻想が並ぶのは冗談のみで、原則を広範囲に覆う 110mm 走行帯のために下段は、館全部の狭い箇所と、管理側しか幻想が存在していなかった。1942年に取られたアルジェリー。手法は50口径 20.3cm 砲。新型の55口径砲搭載と言われていたが、 実際はそうではなかったことが明らかとなっている。なお、砲塔は新式のものとなっている。広角法は、新設計の1930年型10センチメートル広角法を採用した。この法は後に、同海軍の利守流級にも採用された。13.5キログラムの砲弾を行革45度で15,900メートル、14.2キログラムの対空榴弾を、 最大行角80度で1万メートルの高度まで到達できた。旋回と不行は電動と人力で行われ左右方向に80度旋回でき、不行は行角80度、深く10度であった。発射速度は毎分10発だった。これを連装砲がで6機12門を搭載した。当時の条約型重巡洋艦では12門という、 新衛戦艦並みの広角訪問数を持つ者は、イタリア海軍で収益していたザラ級を除いて例が、なく、表面上には強力な対空火力を持っていた。ただし、本砲は全球まで装備されていた、1926年型9センチメートル広角砲と比べると、最大有効射高は変わらず、射撃速度はむしろ低下しており、さらに、戦海不行速度も良いものではなく、 広角砲として優秀な砲ではなかった。本砲を搭載した李主流では、広角砲としては、本砲より9 0ト、mm、ル広角砲の方が効果的であると評したという。対空射撃式装置の詳細は不明だが、本館は対戦開始時に1ル測定儀を装備した対空射撃式書を持つのみで、開戦前には有効な対空射撃式装置を、 装備していなかったとされる。あとに1942年の大改装で、後部三脚章とカタパルトを撤去した。跡地には、広角砲をカバーするために、1933年型 37mm 機関砲を、連装砲画で4機、1929年型 13.2mm 機銃を20丁装備し、それを指揮する対空式装置と対空レーダーを、 追加装備した。フランス近代巡洋艦伝統の機関のシフト配置は本艦では採用していない。従来艦ではボイラー艦、タービン機関、ボイラー艦、タービン機関という風に前後に並べるシフト配置から単純にボイラー艦、タービン機関を前後に並べる全艦全機配置に立ち戻ったのは前者の配置方式では 期間室の長さを短くすることが難しく、防御範囲を狭めて、防御重量に当てることができないためである。また、全球のシュフラン級で9機あったボイラー缶を1、3の3機も減らし6機としたのは、期間が占める重量を減らし防御重量に当てるためである。ボイラーの減少とは逆に、タービン数は増やされ、全球で3機3軸であった、ギアードタービンは4軸に増加した。 出力は全球の9万 HP から8万 4000HP と 6000HP 減少したが船体形状の改善により公民において最高出力9万32 3230HP 時で速力32.9ノットを発揮した。船体における燃料搭載量はシュフラン級後期型の2600トンから2935トンと若干増大した程度だが 高温高圧艦と新型機関を採用したことにより燃料消費率は改善され速力15ノットで8500回りを航行することができた。加えてより高速である速力27ノットでも全球のほぼ倍に当たる4000回りを航行することができた。本艦は仮想敵として先にイタリア海軍で建造されていたザラ90巡洋艦への対抗から 直接防御、間接防御ともに最初の従順洋館である DUKNQ の防御様式とは比べものにならない重防御を施された。基準排水量を条約内の1万トンに収めるために尖閣重量と基幹部重量を抑え、綿密な重量計算により年出されたのは排水量の4分の1にあたる約2600トンの防御重量であった。これにより、 装甲をふんだんに使うことができ、減速。水線部防御は百十ミリメートルに達し、最上甲板に張られた。水平防御も、最厚部で八十ミリメートルから最薄部の三十ミリメートル。機関区装甲は別個に九十五ミリメートル。主砲等防御は、前立て装甲が百十ミリメートル。側面装甲と天外装甲が共に七十ミリメートル。司令塔が最厚部で百ミリメートルがおごられ。 条約型重巡洋艦随一の重防御艦となった。さらに、機関区の両原の側壁は、艦板から艦艇部まで縦に貫く重角壁が張られ、これと水線武装甲の間に重油タンクを配置し、大魚雷用の間接防御として機能させる、インナーバルジ方式としての工夫であった。アルジェリーは1931年3月19日に、ブレスト交渉で寄港する。 イタリア海軍のザラ9従巡洋艦に対抗して建造されたアルジェリーは1934年9月15日に収益第二次世界大戦の勃発時には第三艦隊の機関であった。部隊は第一巡洋艦戦隊ホッシュと第二巡洋艦戦隊トゥールビル・コルベールからなる第一巡洋艦艦隊の重巡洋艦及び 第三系戦隊の駆逐艦から構成された。第三艦隊司令長官は、第一巡洋艦艦隊司令長官の兼任で、バード作戦で、実施部隊の指揮を取ったエミール・アンドレ・アンリデュプラ、中将がその職にあった。アルジェリーは、戦艦ストラスブール、イギリス海軍の航空母艦、ハービーズとともに、ダカールを拠点として、ドイツのポケット戦艦アドミラル・グラーフ・シュペイの、 追撃戦に参加した。1940年3月にトゥーロンで整備を受けた後、アルジェリーはフランス政府の近海3000ケースを積み、戦艦ブルターニュと共にカナダに向かった。4月に地中海に戻ると、イタリアのフランスに対する戦線布告後の6月14日に、従順洋艦、ホッシュなどと共にバードリングレに対して砲撃を行った。 第二次世界大戦において海軍艦艇が列強の本土への艦砲射撃を行った初めての事例である。フランス降伏前のアルジェリーの最後の任務は海軍の本職である戦護衛であった。1940年にフランスが降伏するとアルジェリーはビシー政権のカトゥーロンを拠点として活動する。ビシー政権での唯一の任務は オランを脱出した戦艦プロバンスをトゥーロンまで護衛することであった。1941年には広格砲と対空兵装が強化され、1942年にはレーダーが取り付けられた。1942年11月27日にドイツ軍が侵攻するとアルジェリーはトゥーロンの他の艦艇とともに自沈処分が行われた。 アルジェリーは爆薬によって爆破され、20日間燃え続けた。1943年3月18日にイタリア軍がアルジェリーを扶養したが、破損が激しく修理不能だったためその後、スクラップとして解体された。ありがとうございます。